5月9日土曜日深夜23時、夜23時です今。はい、今日はですね、今2時間半ぐらいミーティングしてました。どういう話し合いがどういう話し合いになったかだけ、じゃあちょっと翔吾さんの方から。今月やりきることとして、まあ記事をどんどん最強のものを作ろうっていうことを決め切ったって感じですかね。まあ今までいろいろ細かい修正とかのタスクをバーって並べてたんですけど、ちょっと最近いろいろトラブルが大きくあったんで、一気に優先順位が変わりまして、ちょっとこの3つやりきるぞみたいな。 SEO っていうね、検索したら上の方にあのサイトが来るみたいのを、まあ、ずっと狙ってるんですけど、ちょっとねそのね SEOでこの検索サイト上に来る基準みたいのがね、まあ、定期的に変更されるようでですね、なんかその周期が来て、ね、これでいけるぞと思ってた俺らの中の常識がちょっと変わったっていう感じですかね。それなんで今その対策どうしますかっていう話し合いをした結果、クロロフェムのサイト内にある記事 CBD とはとかそういう記事を書いてるんですけど、一つ最強な記事を書いて検索順位1位目指すぞみたいな感じになっております。で、新タコは今どういうことをしてくれているんですか？記事を最強にするにあたって、画像を入れたりとか図を描いたりとかっていうのをやらなきゃいけなくなる。そうですね。今まで何してたんですか？今月4月は何をしていたんですか？今月はちょっと待って、何したっけな。あれ今月は記事の中にと商品へのボタンを作ったりとか、詳細を見るとかっていうポップアップを出すっていうようなのものを修正をしていました。そうですね、この分かりづらいサイトの中に CBD とはの記事があって、その記事を読み進めてったら下の方に商品を購入するってねいうボタンがこう巧みに挿入されてるんですけど、まあそれをねもっと見やすくしたりとかね、購入しやすくしたりするようにデザインとかそういうところをやってくれたんですよね。っていう感じで、じゃ あの今月5月にやることは最強の生地を作り切るということですね。あとはね、リップクリーム買ってもらった時に、ね、送料が高いんですけど、ちょっと送料をね安くするためにどうしようかっていうことをね考えていこうと思ってます。あとちょっとリップクリームをちょっと自分でね試してみたんですけど、今日これレモンっぽいフレーバーでね、唇うるうるでね、もう最強ですいい感じでした。口に入れるでもない。いや大事だから、あの営業マンは爪磨いたりしますからね。おお、さすが。あの我々はあの YouTube に顔出してるんで、唇大切ですよ、新太子さん。ちょっと新太子の光沢がある唇。じゃあ新太子のキス顔で終わりますわ。新太子3。ヒゲ生えてきてるからやめとこう。大丈夫、画質洗いが大丈夫。3、2、1。なんでヒゲ？見える。キス顔じゃないか、じゃあ翔吾のキス顔で終わろう。3、2、1。ぶっさ。5月16日土曜日になっております。これからね商品の発送に行こうと思うんですけど、最近ねあの発送も結構行くようになって、あの発送費用無料でまあこっちがね負担してやってたんですけど、まあリップクリーム1600円のみリップクリームは使わなかったので、ちょっとね送料こちらでね負担するのは難しいということでね、まあ送料、5000円以下は850円送料かかるっていう風になったんですけどね、送料がいかんせん高えと、1600円のもの買って850円かかったらしょうがないというのをですね、こうみんなで話し合ってね、なんとか送料をね下げられないかなっていうところになって、ちょっと送料の部分が改善できまして、3000円以下の人は送料200円まで下げることができてね、もう多分これはしばらくはこれ以上下げられないじゃないかなっていう部分なんで、まあ送料が改善できてよかったですね。これでねリップクリームも気軽に買っていただけたらと思います。あとまあ最近はね、まあ俺 OEM で自社商品を作るにあたっていろんな工場だとか、まあ、CBD の原料を扱っているとことねやり取りを結構してるんですけど、 NDA って知ってますか？まあ、秘密保持契約みたいな。秘密を守ります。あなたの会社のことは他で喋りませんみたいな。その NDA 結んでくださいみたいなのがたくさんあってですね。まあ、サインしたりとかしてるわけですよ。わしゃ、歩く秘密箱かと。もうね、
もういろんなところのこの秘密をね、こう胸に抱えてね、生きていくんだこっから先っていう感じでね、もう胸が苦しいですよ。で、まあちょっとね、自分と会社の方のね、その NDA とかいろんな契約書みたいなものね、ものもそろそろ必要になっていきそうでですね、まあ作り方わかんないと、もうこうはおつをみたいな、こうはおつみたいな、なんかとか、なんかいろんな表現の仕方とかあるわけなんですけど、ちょっとねその辺がわかんないんで、ちょっとそういうところが今大変ですね。はい、っていう感じで、まあサティの現状でした。5月20日深夜0時40分です。で、今日はですね、40分にわたるミーティング、ズームミーティングをね、俺と新タコと翔吾でねしまして、4時間っすよ、4時間実りあった。その後ですね、ズームでリモートで YouTube 用の動画の撮影を、しましたね。50分くらいかかったかな。っていう感じですかね。で、会社の方はね、引き続き最強の記事を作るっていうのと、配送がね、配送の梱包がしょぼいっていうことでですね、もうちょっと改善をしていこうかなと思っております。ということで、引き続き頑張っていきましょう。眠い。5月20日、本日サティとの新タコがツイッターを乗っ取るっていう企画の動画の終了を今回してるんですけども、ちょっともう遅い時間までやったんで疲れて酒を飲んでます。こちらのバッファロートレスっていうウイスキーなんですけど、めっちゃ美味しいんで飲んでください。でセブンで 375ml、まあ、普通の量の半分が結構安く買えるんでおすすめです。でちょっと本日のご報告としては本当に申し訳ございませんでしたってことで噛んだわ。ずっと僕らのサイトで記事を出してたんですけど、それがなんとインデックス登録されてなかったっていう。でインデックス登録は何かっていうと説明しておくと、Google で検索した時にこう表示する URL って実はこう登録しとかないといけないんですよ。でこう登録して Google さんに僕らの URL 知っといてねって言わなきゃいけないんですけど、それをやってなかったっていうことで、今まで書いた記事が何も世の中に出てない状態になってましたと。僕らのサイトにたどり着いてやっとリンクを見たら見れるようになってたみたいな状況になってて、 SEO を頑張りたい僕らとしてはどん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 よりね記事が出てほしかったんで、やっちまったなーって。で記事をがっつり書き始めて大体1ヶ月ぐらい経ってたんで、本当にこれは大失態でございます。本当に申し訳ございませんということで、みんなにちょっと謝りました。でちょっと先ほど全てのインデックス登録が終わったんで、ちょっとホッとしてやっと酒を飲んでるって感じですね。ということで今日も遅いのでこのままちょっと飲んですぐ寝ようと思います。お疲れ様です。5月21日、日付を言うんだよね。5月20日、はい、なんと厚木と飲んでます。久しぶり。今日もう一人前職の友達がいるんですけど、多分モザイクかからんですうどん茶飲んでる。意識高すぎてもうね、酒やめたらしい。まあ、そろそろ月10万ぐらい売り上げ立ってきて、もうステージ行ったらパンって跳ねるからすぐ戻ってきてよっていう話をなんとなくしてるんだけど、戻ってこらなそうだなって思いながら待ってますっていう回でございます。はい、以上です。5月22日です。ただいま21時ぐらいなんですけど、テレビ会議で、作業しております。本日の議題は最強の記事を作ろうでございますね。はい、最強の記事を作ろうです。クロロフェムの中にね記事があるんですけどね、そこの記事で検索で人が入ってきて、まあ、クロロフェムの中の商品を見てもらえたなっていうことで、まあ、人がねたくさん見そうな記事を、なんと今日まあ予定では何時までやります？明日の12時から。はい、今ね21時、金曜日の21時なんですけど、土曜日の昼12時ぐらいまでかかるんじゃないかっていう予想でねやっております。はい、この二人はねモンスターとかねエナジードリンクを片手にねやっております。では最強の記事を書くために頑張っていきましょう。頑張ります。おう、5月27日またまた大事件が起きました。と先日アメリカから海外商品を輸入していて、で一部の商品に THC が検出された影響があって8万円ドブに捨てたみたいな話をしたと思うんですけど、次じゃあどうやったら同じ問題が起きないようにできるのかみたいなメールを担当者に送ってたんですよね、その海外のメーカーので。先ほどメールが届いたんですけど、 I'm sorry to hear Shogo. I will put you in touch with your distributorWe are currently not shipping internationally anymore, not even through a forwarder.
Sorry for the trouble and the loss. My distributor will be in touch with you shortly to discuss his options with you. っていうメールが来て、結論何を言ってるかというと、もう海外向けに商品は送りませんみたいな。嘘でしょっていう。やっと輸入できたのにみたいな。ここのメーカーから買えなくなったっていう通知でございますと。そんなことある？やっとできたのにね。ということで、まあ、ちょっと海外製品の方がね、正直、すでに日本に拠点を構えてるところよりも安く仕入れられるっていう利点があったんで、海外から仕入れるっていうのは続けたかったんですけど、もう一回メーカー探しからしなきゃいけない匂いがしてるので、ちょっと大変でーす。以上です。サイトの伸びが悪いと。ちょっとバラシになりそうっすね。ちょっとここまでやったのに、ちょっとついに CBD 効果っていうキーワードで僕らの記事がなんと検索の1位になりました。いや、びっくりしたね。次の日自分のテンションが上がらないことに気づいたっていう感じで、まあ、これが出るときは CBD を一旦諦め